はい、マリオスイービーにようこそーってことですね。ホテル YouTuber チャンネルやっていきたいと思いますけども、今日はね、2020年1月16日ってことなんですが、昨日1月15日にですね、マリオットインターナショナルから新しいホテルのね、開業予定の発表がありましたので、それを解説していきたいと思います。ホテル名はですね、コートヤードバイマリオット福井というね、名前ですね。福井県福井市のね、福井駅の近くにね、できるホテルってことですね。これあの、北陸地方初のですね、マリオットボンボイ参加ホテルってことですね。マリオットボンボイ推しのね、私もすっごいこれね、楽しみな ホテルだなといいいううふうに思いまししためめちゃめちゃゃねねこれ嬉しいですよ、ねえー、じゃあね、えー、マリオットインターナショナルからのねプレスリリースが出てますのでそれちょっとね冒頭だけね、あのー、読み上げていきたいと思います、えー、2020年1月15日マリオットインターナショナル、えー、マリオットインターナショナルは北陸地方初となるホテルコートヤード・バイ・マリオット福井を福井県福井市に2023年に向けて開業予定であることを発表いたしました、えー、当ホテルは約252室を要する予定で心地よい環境でゲストに最高のホテル 体験を届けるともに素晴らしい眺めまたビジネスに落ち着きをもたらす施設を提供しますという内容ですねこれね写真もねこのようにね出てるんですよねこれ福井市がね発表したおそらくねあの開発イメージだと思うんですけどもこのようにねホテルっていうことで高いねこの建物がねできるらしいですねこれね27階建てになってるみたいですねそれのね上の部分がホテルになるっていうことで眺め良さそうですよねこれ周りにねあんまりたった高い建物なさそうなんですよね なんでですね北陸のねこの福井のね街並み、それからね山とかね、えー、そういった景色がね眺められるということでこの施設は、ね、いろいろあるみたいですね住宅ですとかあとオフィスですとかカンファレンスホール商業施設ということが書いてありますよね屋外広場ということでこの辺一体、ね、一帯かなりね開発をね、えー、進められているようですね。 なんでねあの、新しい施設が出来上がるということでですね、2023年、えー、あとこれからね、2、3年先ということなんですけども、出来上がったらですね、もう真っ先にね、これ、泊まりに行きたいホテルですよね。北陸の方はね、なかなかね、私もね、観光に行く機会がなくてですね、サラリーマン時代はよくね、ビジネス、仕事でねあの、あの辺はね、よく行ってました。福井にね、行った記憶がね、ちょっとあまりないんですよね。他のね、周辺の県はね、仕事でよく行きました。 やっぱりねあの辺ね、ね食べ物が美味しいのとやっぱり空気が美味しいお水も美味しいということで,ですねあの私、大好きな土地なんですよね。で仕事で行くとねあのお酒とね食べ物それからね周辺を軽く観光するのがね楽しみでしたね。 よくねあのあの辺はね電車でね行ってましたあのサンライズ出雲っていうねあの寝,台で寝台列車ですねに乗ってですね行くのがすごく楽しみでねあの夜にねあの東京駅からね出発するんですよね。 あれがね、すごく楽しみで、えー、電車でね、あの辺にはよく行ってました。えー、今回のね、この、えー、コートヤード・バイ・マリオット福井なんですけども、JR 福井駅のね、えっと、西口の中央通りと、えー、福井駅のね、えー、福井駅前電車通りに挟まれた三角地帯にね、できるということなんですよね。 なんでね、えっ、ー、と、JR 福井駅からね、徒歩で数分みたいなところ、ほぼほぼこれ繋がってるんでしょうかね。そんなところにね、できるすごくね、アクセスのいい場所らしいんですね。で、2023年はですね、福井駅も新幹線が通るということで,ですね。新幹線の、まあ、開通とともにですね、このコートヤードマイマリオットが、福井がですね、出来上がる、開業されるということらしいんですよ。ではですね、このホテルのね、ちょっと中身少し見ていきましょうか。まずですね、客室数は252室ということなんですけども、えー スイートルームがね12室もあるらしいんですよね252室に対してねそのうち12室がスイートって結構スイートルームのねあの比率が結構高いなあっていうイメージですよねなのでねあの富裕層でもね泊まれるホテルになるという感じなんじゃないでしょうかやっぱりこのホテルっていうのはねあのインバウンドいわゆるね外国人観光客を,にをターゲットにしたねホテルらしいんですよねどうもですねあのこの福井っていうのはですね外国人観光客が泊まれるホテルがなかなかなくてですね全国的にはね なんかあの外国人観光客の宿泊数でいうとワースト2位らしいんですよねただそれをね挽回するためにですねいろいろこう誘致した結果やっぱりね会員数が爆発的に多いですねマリオット・ボンボイマリオット・インターナショナルと提携するということになったようなんですね。 マリオット・ボンボイっていうのはね、会員数が今1億3000万人以上ぐらいいるんですかね。まあ世界一のね、規模っていうことで、やっぱりマリオットのね、あの、会員、マリオット・ボンボイの会員っていうのはね、そのホテルがあるところに行くというね、特性があるらしいんですよね。 まあ私自身もそうですよねやっぱりね北陸にねマリオットがないとですねなかなか行く機会がないんですけども2023年に開業されればねもう真っ先にね行きますねおそらくね開業日にね泊まりたいなぐらいの、ね、勢いで考えてるんですけども私もね、あのー、今月でね51歳になるんでですねこのホテルができる時は54歳かな えー、健康はね、本当に維持しないとね、ホテル、えー、マニア、ホテル宿泊ができないんでですね、健康には十分気をつけながらですね、このホテルの会議を待ちたいなと思います。で、ホテルのね、内容ちょっともう引き続き見ていきたいと思うんですけども、27階ビル、建てのビルの高層階にできるということでね、これ眺めがすごく良さそうですよね。あと、二重施設なんですけども、えー、会議室、ボールルーム、オールダイニングっていうことですね、オールデーダイニングっていうことですね、コートヤードバイマリオットのね、あの、 ちょっとね、こうアメリカっぽいね、おしゃれな雰囲気のね、えー、ダイニングができるんじゃないでしょうか。これもね、楽しみですよね。朝食がね、やっぱりマリオットケールっておしいですからね。あとね、日本食レストランがね、できるっていうことなんですよ。これね、結構ね、気合い入れて作るね、レストランができるみたいですね。 あの福井のね美味しい和食がねいただけそうなねレストランということでこれもね泊まった際にはねぜひ行ってみたいですねあとねフィットネスジムもね当然あるということでですねやっぱり外資系のホテルってね必ずねフィットネスジムがありますよねあのやっぱりね体を動かしたいっていうねあのニーズがねやっぱりあるということでの大小ねあるんですけども必ずねこのマリオットサウンカーのねホテルっていうのは、えー、フィットネスジムがね付帯してるっていうことでこのコートヤード・バイ・マリオットもね、えー、フィットネス 自分が当然であともう一つね注目すべきなのがですね1000人規模のバンケットホールができるということですねまあこれ結婚,結婚式ですとかまあいろんなねイベント記者会見等々ねできるような本格的なね大規模な、えー、ホールがね付帯する、ま、みたいなんですよなのでね結構ねあの大きいねサイズのねホテルになるんじゃないかなっていう感じですよね はい。ただね、あの、コートヤードバイマリオットってブランドなんでね、あの、片足らずにね、カジュアルにね、雰囲気、カジュアル、カジュアルなね、雰囲気がね、楽しめるっていうのもね、結構魅力になるんじゃないかなというふうに思います。今ね、ここの、このね、ホテルが出来上がる場所にはね、ユアーズホテル福井っていうね、ホテルがね、あるみたいなんですよね。 その一帯をね、再開発するということで、このホテルのオーナーはですね、ユアーズホテルがね、オーナーになるみたいなんですね。で、運営はですね、マリオットインターナショナルが受託するというような構造になっているようです。あと、まあ、インバウンドを狙うってことなんですけども、えー、この周辺にはですね、マリオットインターナショナル以外のね、外資系のホテルもね、いくつかできる予定なんですよね。一つはね、金沢ですね。2020年にハイアットセントリック金沢が開業するということで、これ 今年ですよねあと富山ですねこれは2022年ダブルツリーバイヒルトン富山っていうことですねヒルトンブランドのねヒルトングループのホテルが出来上がるということでまあそれに続いてですね2023年コートヤードバイマリオット福井が出来上がるという形になるようです。 もうね、この辺のね、えー、北陸地方はね、えー、国内外かかわらずですね、えー、観光客から熱い視線がね、浴びせられるということでですね、私もね、えー、マリオットができるよう以上はですね、もう北陸、えー、金沢、えー、福井、富山ですね、えー、はしごしてですね、ホテルをはしごしてですね、楽しみたいなというふうに思ってます。以上、今回はですね、コートヤードバイマリオット福井がね、発表されましたので、それを解説しました。マリオス TV でこのようなね、ホテル話、ホテルの楽しみ方をね、 解説しますのでぜひ、ね、チャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまたお会いしましょうごきげんよう